米、ウクライナに 7.25 億ドル相当の武器供与へ、駆け込み支援の方針。バイデン米政権がウクライナに高機動ロケット砲システム、ハイマースロケット弾や地雷など計7億2500万ドル相当の武器供与を準備していると米政府高官2人が明らかにした。関係者の1人によると、12月2日にも連邦議会に正式提示する可能性がある。ウクライナではロシア軍が早いペースで支配地域を広げる一方、トランプ次期大統領は戦闘の早期終結方針を表明している。バイデン大統領は来年1月の任期満了を控え、ロシア軍の進撃を遅らせるため、ウクライナ政府への駆け込み支援を実施する方針だ。計画に詳しい当局者によると、ハイマースロケット弾や地雷のほか、ドローンやスティンガーミサイルなど、米軍備蓄から各種の対戦車兵器を供与する計画だ。ロイターが確認した議会通知予定の書面によると、クラスター弾も含まれる見通し。クラスター弾は通常、ハイマースで発射される誘導型多連装ロケットシステム、GMLRS のロケットに搭載される。ただ、この武器供与計画は、バイデン氏が署名する数日前に内容や規模が変更される可能性がある。バイデン氏は供与にあたり、いわゆる大統領在庫引き出し権限、PDA を活用する。緊急事態にある同盟国を支援するため、米軍が備蓄兵器を供給することができる。最近発表された PDA は、おおむね1億2500万から、2億5000万ドル規模にとどまっていた。ロシアの破壊工作で NATO は集団防衛条項の発動検討も。ドイツ情報局長官。ドイツ連邦情報局のブルーノ・カール長官は27日、ロシアが西側の標的に対する破壊工作を強めているため、北大西洋条約機構 NATO がいずれ集団防衛条項である第5条の発動を検討するリスクが高まっていると述べた。ベルリンで開かれたシンクタンクのイベントで演説した。カール氏はロシアがサイバー攻撃などを組み合わせたハイブリッド戦争を強化すると予想。同時にロシアが軍備を次第に増強していることは NATO との直接的な軍事衝突がロシアの選択肢の一つになったことを意味すると述べた。同氏はまた、ロシアは2030年までに NATO を攻撃する能力を備える可能性が高いと予想。対ウクライナ戦で実績を積んだ従来型の部隊を抱えているのに加え、近代的なドローン戦の能力も身につけていると指摘した。カール氏は、ロシアが NATO に対する戦争に踏み切る意思を持っている兆候は一切ないが、ロシア政府にそうした機運が高まった場合には、向こう数年間で軍事衝突のリスクが高まるだろうと語った。ロシアが NATO 加盟国に攻撃を仕掛ける場合には、国土の広範囲を掌握しようとするのではなく、西側及び NATO の結束を破ることを狙って、西側のレッドラインを攻撃するとカール氏は予想した。米高官、ウクライナに動員年齢18歳への引き下げ要請を示唆。退任を控える米国のジョー・バイデン政権の高官は27日、ロシア軍の攻勢を受けているウクライナに対し、兵力不足に対処するため、軍の動員対象年齢の下限を25歳から18歳に引き下げるよう求める考えを示した。バイデン政権の高官は、匿名を条件に、ウクライナは現在、戦場での損失を補うのに十分な数の兵士を動員、訓練しておらず、軍を増強しているロシアに遅れを取っていると指摘。米政府が適切と考える動員年齢の加減について問われると、
18歳への引き下げをウクライナが検討するのは重要だと考えていると答えた。米国では選抜徴兵局への登録は18歳からとなっている。ウクライナはすでに動員年齢の下限を27歳から25歳に引き下げている。ホワイトハウスはその後、ウクライナに対する米国の大規模な軍事支援は動員年齢のさらなる引き下げ次第だという話はしていないと主張。その上で、米国家安全保障会議 NSC のジョン・カービー戦略広報調整官は、我が国は間違いなくウクライナに武器や装備を送り続ける。それが極めて重要であることは分かっている。だが同様に今は人員も極めて重要だと指摘。ウクライナが適切な措置を講じて兵を補充するのであれば、我が国も訓練能力を強化する用意はあると述べた。ウクライナ軍が絶賛。ヘリからの攻撃にも耐えた。英国供与の戦車。防御力以外に巨体ゆえの魅力も。クルスク越境攻撃で使用されている戦車。ウクライナ国防省の公式サイトアーミーインフォームは、2024年11月22日、イギリスから供与された主力戦車チャレンジャー2の前線での性能について明かしました。イギリスがチャレンジャー2の供与を決定したのは2023年1月で、その後14両を供与したと言われています。以降目立った動きはありませんでしたが、2024年8月ウクライナ軍がロシアクルスク州へ越境攻撃した際にチャレンジャー2が使われたことが発表されていました。ウクライナ国防省によると、チャレンジャー2はウクライナ軍の中でも西側供与兵器を数多く配備している精鋭部隊の第82独立空中強襲旅団が使用しているそうです。同旅団はチャレンジャー2のことを親しみを込めてベイビーと呼んでいます。同旅団所属の戦車兵によると、チャレンジャー2の優れている点として砲弾の命中精度を上げています。120ミリライフル砲と優れた射撃管制システムのおかげで、最大10キロメートル先の目標に命中させられるとのことで、スナイパーのように働くと評価されています。なお、2024年現在の戦車は、砲身内に溝がない滑空砲が主流で、溝が刻まれたライフル砲を持つチャレンジャー2は珍しい戦車です。また、対弾性能もかなりのもののようで、ロシア軍ヘリがロケットランチャーで攻撃してきた時の命中弾に耐えたこともある。これにより隊員の命も救われたと明かしています。ちなみにチャレンジャー2は全高 3.4 メートル、全長 8.3 メートル、全幅 3.5 メートルもある大型の戦車のため、車内スペースもかなり広々で好評のようで、同旅団の戦車兵はアメリカから供与されている M1A1 エイブラムスよりも広く、窮屈な旧ソ連戦車とは比較にならないと感想を述べています。ロシア、ウクライナのエネルギー施設を大規模攻撃、停電100万人以上。ロシア軍は28日、ウクライナのエネルギーインフラに対して今月2回目となる大規模な攻撃を行った。現地の当局者によると、各地で爆発が相次ぎ、西部、南部、中部で100万人以上が停電の影響を受けている。エネルギーなど重要インフラへの被害が報告されたのは、西部のリビウ州、ボルイニ州、リブネ州、フメリニツキー州、南部のミコライウ州、ヘルソン州、中部のジトーミル州。ウクライナの気温は現在0度前後で、冬季の長期停電への懸念が強まっている。ハルシチェンコエネルギー相は Facebook に、エネルギーインフラが再び敵の大規模な攻撃の標的にされていると投稿。攻撃を受け、国営送電会社ウクレエネルゴが緊急停電措置を導入したことを明らかにした。ゼレンスキー大統領は、
今回の攻撃でクラスター弾を搭載した巡航ミサイルが使用されたとし、卑劣なエスカレーションだと非難した。ウクライナ空軍はロシアのミサイル91発のうち79発を撃ち落とし、ドローン35機を撃墜したと発表。国内最大の民間電力会社 DTEK によると、停電は首都キーウのほか、キーウ州、オデーサ州、ドニエプロペトロフスク州、ドネツク州で発生。地元当局によると、リビウ州、ボルイニ州、リブネ州、フメリニツキー州、ジトーミル州でも停電が起きている。ウクライナのシビハ外相は、ロシアのミサイルとドローンによる今回の攻撃は、市民とエネルギー網を標的とし、ウクライナ全土で停電を引き起こしていると X に投稿。プーチンロシア大統領は平和を望んでいない。我々は力によって彼を和平に追い込まなければならないとし、西側同盟国に防空と長距離兵器の支援強化を求めた。ウクライナ当局によると、エネルギー施設に対する大規模な攻撃は3月以降で11回目。西部リブネ州の知事によると、28万人が停電に見舞われており、水の供給も止まった。西部ルツク市の市長によると、数回の攻撃を受けて停電が発生。水道と暖房のインフラを代替電源に接続する作業が進められている。ハリコフ州知事によると、ミサイル攻撃により事業施設と集合住宅の窓ガラスが破損した。地元当局によると、北東部スムイ州でもインフラがミサイル攻撃の標的になった。ウクライナのニュースメディア、ゼルカロ・ティジナとススピーリネによると、爆発音が聞こえたのはオデーサ、クロピブニツキー、ハリコフ、リブネ、ルーツクの各都市。ハリコフ市のテレホフ市長はテレグラムに、敵はミサイルでハリコフを攻撃し続けていると書き込んだ。トランプ政権発足まであと2ヶ月。ウクライナもロシアもトランプ政権が求める停戦にも向けて、できるだけ有利な立ち位置を確保したい。ウクライナはトランプに直談判したし、ロシアとの交渉を有利に進める材料としてのクルスク侵攻は維持しておきたい。ロシアはアメリカとの交渉を有利に進めるため、兵力も武器も投入して、できるだけ侵攻したり、ウクライナの厭戦気分を高めておきたい。当のアメリカもエータクムス供与でロシアを叩いたり、対人地雷供与を決めたり、追加の金融政策などをしている。